外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションラディオ。さあここからは名古屋外国語大学や名古屋学芸大学の在学生卒業生を迎えし全力で応援していく5分間です。今日は名古屋外国語大学世界教養学科4年生湯浅健人さんスタジオにお迎えしております。湯浅さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緊張してますね。はい、初ラジオ初ラジオ人生記念すべき、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが湯浅さんが名古屋外国語大学への進学を決めた理由教えてください。はい、と私が名古屋外国大学の世界教養学部入学を決意した理由は、うん、高校時にニュージーランドへの留学を経験し、その私の中での人に対する価値観に大きな変化があったからです。へー。私が海外に高校時代に留学を経験するまでは実際に他人への関心というものが現在と比べると少し少なくて、うん、またさらに日本人としか交流をしたことがなかったので、うんうん、その自分の中での知識っていうものにも限界があったと思うんです、うんうん。しかしその海外へ出向いた際に現地の文化であったり人に触れたことでその生まれた国が違うであったり人種が違う話す言語が違うっていう観点からその価値観への違いが生まれてくるっていう世界を初めて見たことで、そのそれぞれの人種や国民性が生み出すアイデンティティの違いっていうものに私は感銘を受けました。すごいね。それをこうだいぶ早いタイミングでこう知ったりとか、はい、自分の心が動いたりっていう経験をされたわけですね。そうですね、うん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 、やはりその自分の中での異文化理解っていうものを追求したかったので留学制度も充実していて、うん、その世界教養学部という学部で多くの文化や宗教学などを学べるっていうのにすごく興味というか魅力を持ったので、うん、この大学に入ることを決意しました。なるほど。留学制度本当に魅力的ですよね。はい、本当に他の大学と比べてもすごい多くの学校を選択することもできるので、僕の中でもその選択肢というものが本当に広がって中でのアメリカに行くことができたので、はあ、そっか、実際にじゃあその制度を使ってアメリカへ留学したわけですね。はい、1年間留学をしてました。どうでしたか？本当に楽しかったですもうね、顔からも伝わってきます、はい、楽しかったっていうの。きっといろんな思い出のものっていうのも持ってらっしゃると思うんですけれども、はい、何かあれば今日も持ってきてくださってますよね、はい、これ何ですか？はい、私の趣味としてはその音楽鑑賞やレコード集めがすごい趣味なんですけど。いいですね、はい、うんうん、その中でも僕が今一番気に入ってるというか好きなアーティストがレゲエのレジェンドって言われているボブマーリー、はい、ボブマーリーにハマりましたか、はい、きっかけは？きっかけは90年代のヒップホップを多く聴いてたんですけど、うん、そこでなんか新しい音楽にどんどん入っていきたいっていう希望があったので、うん、そこでレゲエっていうものに初めて出会って、うん、そこでボン・マーリーっていう存在に初めて会って、はい、その彼の見た目もそうですし、うん、その音楽のそのメロディーもすごい聴き入ってしまうものもありましたし、うん、その歌詞が本当にすごい魅力的だと思っていて、うん、その当時のジャマイカ人国民に対してその音楽で政治を変えよう、音楽でどんどん前に上がっていこうというか、その音楽で本当に国民をしていたっていう、そのボブマーリーの歌詞の力というか音楽の力っていうのにすごい魅了されましたね。あ、そうか、生き様っていうところにもすごく感銘を受けてるわけですね、はい、これは買ったやつですか自分で？これは、うん、最近ボブマーリーの映画が公開されてたんですけど、はいはいはい、そこでのサウンドトラックで、お、実際にこれは CD なんですけど、うん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 、ボブマーリーファンとしては持ってるべき商品であると思ったので、うん、即決して購入しました。しかも2年間ドレッドヘアしてたんですか？はい、もう大学1年生から3年生までドレッドヘアを継続して、ドレッドヘアを持った状態でアメリカにも留学をしたので。そうか、はい、すごい今とはまた違った姿ですね。もう今はやはりその僕としても就活が始まってるの で、ね、もう就活ヘアスタイルにいろいろ変化はしていきつつも、はい、自分の心の中とかマインドはね、マインドにはまだボブマリア残ってるんでいますよね、はい、きっとそれはずっとだと思います、これからの人生で、ね、これからずっと彼が支えてくれると思います。では最後にこれから頑張ろうと思っていること教えてください。はい、これからはやはり就活に力を入れていきたいと思っています、うん、もう今まであまりうまくいかずにもう6月の末まで来てしまって、うんうんうん、周りの方も多くの方はもう就活が終わったとか、うん、
ていう方が多いんですけど、うん、やはりそれがプレッシャーになっても良くないので、うん、やはりそんなに気負いをせずに前だけ向いて、うん、今の自分に何ができるかっていうものをしっかり考えながらやっていきたいと思ってます、うんうん、なんか何にも心配いらないなって思いますだってこれだけのいろんな経験をしていろんなものを見てきてるから、はい、今この瞬間っていうのはもしかしたら不安もあるかもしれないですけど、まあ、長い人生の中で何ができるかってきっとずっと見つけていく方だと思うので、はい、何者になるのか楽しみにしてますね、はい、これからも、はい、今日たくさんのお話ありがとうございました。ありがとうございました。名古屋外国語大学名古屋学芸大学キャンパスインビテーションレディオ、今日は名古屋外国語大学世界教養学科4年生湯浅健人さんにお話を伺いました。湯浅さんありがとうございました。ありがとうございました。さあここで名古屋外国語大学からのお知らせです。名古屋外国語大学は留学に強い。留学費用全額支援制度では海外へ挑戦したい学生をサポート。一定の基準を満たせば授業料や渡航費、居住費、保険料、ビザ申請料を大学が負担。返還は不要で対象人数の制限もありません。2023年度は293名がこの制度を使って長期留学へ出発。詳しくは名古屋外国語大学受験生サイトをチェック。